はい、実況としてはね、久々なんですけども、そくり坊主、今回ですね、いつも自分ね、あんまり優勝ガチャ引いてないんですけどね、ちょっと、今回朗報がありまして、新しいキャラ、悪魔サーファーですね。こちらが新しく出たということなんですけど、こちら、いつものステップアップガチャもあると。で、これがですね、クズアップガチャ、一応いつものステップアップガチャもあるんですが、こちらですね、期間限定で、こちら、無償ガチャなんですよ。無償ガチャでも今回悪魔サファー新しいキャラなんですけど、出ることが分かっております。ただ確率は低いだろうね。いつも通り確率だと思うけど、あとはまあスキルの期間延長ね、ポイントアップダイヤあってもな、あっても今まだ新しいイベントがね、多分次のメンテで入ると思うんですよ、新しいイベントがね。それ待ちかな。で、あと、旗棒キラー、スキルの期間延期と、まあ、これも期間限定かな。で、あと、復刻ばっかりやったのね。悪魔ライダー、悪魔ライダーのスカウトチケットね。はいはい。まあ自分は全員揃えていると思うから大丈夫だと思うんだよね。で、これが例のスタ、セブンガチャ。これいつものやつ。これだ。ちょっと早く、ちょっと離れた敵にも攻撃が届き、敵陣地に対する攻撃力が超絶高く、HP と攻撃力がかなり高い。はぁ、あ。ですね、サーフィンしてますね。顔がすごい。まだ弟松はまだまともな方か。年中すごいね。年中の顔の変わり方がすごいね。あ、もう長剣に比べて、長剣に関してはもう怖いね。これはもう見たからいい。復刻はね、見なくても、もうどうせクリアし、どうせまあ、一旦クリアしてるやつだから。というわけで、こちら。ステップアップガチャと、こちら、無償ですね。ってあるんですけども、ちょっと待ちを。こちらのステップアップガチャの方一回だけ回すのいつもやっていただけるんで、今ちょっとだけ優勝ダイヤ購入してきましたんで、まずこれで引きます。まずはこれで運試し。まあこれでも確率は 0.02% ぐらいだと思うし、低いと思う。これいつもこういう風に引いてるんで、新しいの来るために最低限度ね。はい、一体ね。ほぼレアオデンガチャなんだよね。多分これもレアオデンになる。レアオデンじゃないけど、銀河突破になるでしょう。はい。はい、プリンスホワイトで。まあまあまあ、ここまではいつも通りです。いつも通りのことです。こっちです。期待してるのこっち。まだ欠けてるのがいるんですよね。スクールマーツと今回のサーファー、対空ですね。対空なので、移動速度は若干遅いけども、今後何かしらで使う可能性が高いですね。排出率、通常確率なのでですね、これいいのかな？ 0.05% かな？
しょうがない、合ってるかな、 0.05%、 まず引けませんね。確定枠ではないからね、一応確定枠なのか、一つ確定枠か、それでも 0.05% だからね、低い低い。まあ無償はいっぱいあるので、うん、まあ出るまでとは言いません、とりあえず引きます、気楽に紹介できればいいな程度で。そしてワンチャンね、スクールマスが出てくれることを祈ってます。うん、そうなるね、多分エスニャンか。エスニャンまだな、レオデン保てないんだよな。もうちょっと。大天狗か。悪かないんだけどね。二体目。うん。新規ではない。続けていきましょう。3体以上確定ですね。ああ、5体ですね。どっか引っかかるかな ?0.5 いく、0.05 いくかな、うん、天使キラー。新規来ないかな来ないかな。うん、まずこの辺だよね、天使キラーとかスクールマス。はい、あ、オッケー、変な声出たわ、ごめんなさい。スクールマス出たんじゃん。あー、いいでしょう。いいでしょう。ありがとうございます。ようやく揃いました、スクールマス。はあ。ただもう一個。これ以上引きません。これでも引きません。今後のために。あ、押しちゃった。ちょっと。ボタンを間違った。押してしまいました。これは確定は、確定演出来たかな。もし、飛ばしてなかったらね。はい。あ、そっちのスクールマスね。うん。裏番じゃなかった。もう覚えてないよ、全然。じゃあ、これは、来ないかな。はい。オッケー。これ以上はやめとこうかな。ちょっと紹介したかったんですけどね。どんだけ火力出るのか。とりあえず、実質40連か。実質ね。40連しましたけども、まあ、0.05% は、まあ、出ませんという。ということでございます。ですね。こちら、自分の検証のためのサーバーカウントなんですけど、無償で出てしまいました。こちら全く、無課金で。進めてるタウンですけども、サーファー出ちゃいました。チョロマツ悪魔サーファー。紹介できることになります。これ予想外。こっちあんまり持ってないんですよね、キャラ。まあ、スクールマツもほら、かけてる感じだったんで。0.05% 引きましたよ。いやこれは予想外。
なんで今ちょっとこちら別アカウントとなります。ちょっと内容が先ほどの本だとあんまり違うんですけど、だいぶ弱いです。ただ紹介はできるので紹介します。検証したいから、どっか枠使いたいな。これですね。さっきの文章と一緒です。で、これで、対空で、ポイントアップ代がついてます。28日まで。来月までですね。で、気になるのは火力のほどなんですよ。なので、これから火力検証をしたいと思います。1なのでどうだろうな。でもこれぐらいやった方がいいかな。検証としては、メインの場所でかつアトラクションを変更します。アトラクションを、セットを変更します。こっちいつもの松の家のみです。アップの能力なしで、でレベルは1のままで、速くなるとエピマックスだけで、あとはいいかな。手動でやりたいから新世界で検証したいと思います。ひとまずは連打。さあ一発目。はいはい、火力が分かりました。で、もう一度同じことするんですけど、今度は1レベルだけ上げて2レベルにして、さっきと同じ条件で、あ、押し忘れた。別に押すタイミングは関係ないんだけどね。一発、二発、あ、結構減ってますね。ちょうどいいぐらいだな。2発目でギリギリ耐えてくれた。で、今のを計算します。はい、検証してみたんですけど、こちら、悪魔サーファー、火力がですね、レベル0の状態ですね。842足すレベルかける183となっております。なので、素の攻撃力が842の、レベル40になると、これがかける、かける、40か。いくつなんです。結構高くなるんですね。で、レベル1の段階で、敵拠点に1025当たったんですよね。これ結構高いんですよ。ただ、特徴として、超絶高いと。敵陣地に対する武勇がちょっと超絶高い。ということなので、以前出た魔法シリーズと同じなんですよね。こちら、魔法シリーズと同じなんですよ。なので、魔法シリーズは2倍なので、実際の火力としては、割る2なんですよね。割る2なので、レベルかける183は一緒だとして、421かな。その攻撃力は。で、レベル1からスタートだから、421。604かな。素の攻撃力。で、合ってるかな。そんな感じ。魔法シリーズだと、757足すレベルかける164なので、
シリーズよりも100近く高いですね。レベルの上がり方も違うし、まあ強い。とりあえず強いということが分かりました。で、ちょっとキャラ紹介してなかったな。実際のどういうキャラなのかっていうね。ほら全然持ってないんでね。あ、ちょっと これシークパーできるなと。はい、サファ、タイマンを司る悪魔ベルフェゴールのチョロマツ、女性不信であり幸福な結婚などありえないと思っている。地獄で開催されたサーフィンクラシックヘルスウレスハイの会場には現れ、世の中の婚姻届を燃やし続ける。うんうん、ちっちゃいですね結構。はい、ん。ん、空中、サーフィングしてるんですが、空中に待ってるのはこれ全部婚姻届ですね。ああ、燃やしながら攻撃。燃やしちゃってるね。バキッ。そうなんだ。ちょっと待って、検証も済んだところなので、とりあえず20まで上げておきましょう。ボイス解放ね。ボイスは解放しとこう。よいしょ。はい、ボイスは攻撃これです。十字罰でもあったな。これでも食らえ。確か独り立ちだったかな、自分が覚えてるのは。こっちのバージョンもあるんだね。というわけで、なんとか紹介はできましたということです。皆さんは弾けましたでしょうか。